はい、じゃあ後半の話をしましょうか。大吾さんが、まあ、自分がね高額納税をしてるのに全く自分の使ってほしいことに使ってくれない、そればかりか使わんでいいよこんな奴らにってことにお金をつぎ込んでる、だからもうはっきり言ってね腹が立つよみたいなことをねずっと延々と言っていたんですよね。これはねかなり燃えるんじゃないですかね、いろんなところで、いろんなところで引用されると思いますし長引くんじゃないかなと思います。それこそね今までの大吾さんのイメージとは全く違うんですよね。でもまあそういう側面を持ってるっていうことはそんな不思議なことではないと思います。やっぱりねなんかね国益とか人権とかねいろんなこと言う人に限って大して納税をしてないっていう、まあそんなこと言う人もいるんですけども、それはまあある意味納得できるかなと思うんですよ。だからね俺たちの働いたお金が生活保護に回ってるなんて許せんっていう人は大体所得高くないんですよね。だからたまに所得の圧倒的に高い人が、大吾さんなんてねあらゆる芸能人の中でトップ3ぐらいのギャラじゃないですかねこの人は。しかもどこにかに属してるわけじゃなくて自力でやってるわけなんですよ。すごいですよね。まあなんですかね、まあ文句言う人に限ってあんまり納税してないっていうところをちょっと話したんで、それはまあいいとしてね、まあ、そもそもですね大吾さんが知ってるんだろうけども生活保護のね保護費とかホームレスに対する社会保障とかっていうのは別に大吾さんの税金から、まあ、引いて言えば私たちが払った税金から賄われてるわけではないんですよね。税金が徴収されてそれが分配されていろんな予算に取り付けられているっていうのはこれ完全にね違うんですよね。これは誤解なんですよ。これもだから見方を変えればなるほどなと思えるところだと思いますけども、なんていうかな、まあ結局国の予算っていうのは全て国債発行で賄われていて、税金っていうのはまあある意味方便なんですよね。税金を徴収しないとやっていけないっていう国ではないんですよ我々の国は。なぜならお金を作る権利があるからなんですよ。だから別に税金ゼロでもやってはいけるんですよね。ただ税金ゼロだと税金っていうのはね別に予算執行の他にも役割があるんで、だから便宜上税金っていうのは必要ではあるんですよ。でも税金がなければ社会保障とか生活保護とかホームレス保護とかねああいうのができないわけでは全くないんですよね。だからこういうところを私たちも認識する必要があるのかなと思いました。で結局吉田さんがねカメラの私のカメラのいろいろと解説してくださいましたけども、知ることってそのすごく大事なんですよね。で情報ってのは本当にね自分の頭で勘違いしてることをあ違ったんだとかねあそういうことだったんだと思えることによって前に進んでいって、でそれぞれの人が真実に近づいていくとみんなのこの意思統一が図れたりするんですけども、みんながねそれぞれバラバラの解釈をして自分なりのやり方をしてるからしっちゃかめっちゃかになっちゃうんですよね。でそこで誤解が誤解を生んでお互いに誤解してる人同士が討論するんで答えが出ないってことになっちゃうんですよ。で結局真実は一つなんですよね。真実は一つなんだけども見る角度や見る時間によって色が変わって見えたりとか形が変わって見えるんですよ。だから話が噛み合わないと。これを、まあ、インドのねことわざで盲目の人が象を触ってるっていう逸話があるんですよね。目が見えない人が何人かで象を触ってるんですけども、ある人は長細いと、ある人は太いと、ある人は硬い、ある人は柔らかい、いろんな表現をするんですよね。でも象のことを言ってるんですよ。だから一人一人話を聞くとみんなバラバラなこと言ってるんで象のことを話してると思えないんですよね。だからこれがだから税金の姿でありお金の姿なんでしょうね。もちろんお金っていうのは変化もしますし金額も変わりますし様々な形を持ってるでしょ。でも結局お金っていうのは、私たちが作ったものであって私たちはお金に支配されているわけではないんですよね。私たちがお金を使ってるわけであってお金が私たちを使ってるわけではないんですよ。でもなぜか多くの方にとってはお金に使われてるという現実があるわけなんですよね。それはお金を知ることによってお金の操縦方法を覚えてお金をしっかりと使っていくことによってそこから抜け出せるのかなと思いますし、
ある一定の金額を確保することによって、そこを超えることができるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、非常に概念的な話になるんですけども、今回ね、大吾さんが、まあ、ホームレスなんてもういらないんだとかね、俺の税金余計なことに使うなって言ったことに対して、ちょっとね、この億万長者合宿の中に話題に出してみました。まあ、この話よく知らない方はまたね調べていただければと思いますけどもね。それでは今回はそんな感じで前編と後編をお送りしました。いってらっしゃい。